コメント返しです。コメントありがとうございます。桃田さん、アレンジ解説のやつですね。明石さんレベルのプロでもエクスパンド使うのですね。はい、そうなんですよね。僕ね、基本的に、まあ、プロトゥールスは皆さんあんまり使わないと思うんですけども、基本的には、買わないんですよね。僕、自分で買ったのね、オゾンの、アイゾトープのオゾンっていうマスタリングソフト。あれと、あとは、オートチューン。あれもだから、アクセスってむちゃくちゃ安いやつ。一番ただのやつの1個上のやつとか、あと、まあね、エクスパンドとかはね、もう最初はだからただだから使ってたんですけども、なんか最近M1 になってから若干有用になったりとかして、今はだからちゃんと動かないですけどね。困るんですけども、そうなんですよ。僕、そうやってなんか、何でも、だからリバーブとかもだから自分で買わないんですよね。なんか最初からついてるものを使うんですよ。で、結構だからね、最初からついてるものでもパラメーターすごくいっぱいあるから、そこで、なんかいろいろいじれば自分の、思うようになるんですよね。まあ、ただそれは、なぜそれがそういうふうになってるのかというと、その何十年かそのスタジオワークをして、いろんな、素晴らしいエンジニアの方と一緒に仕事をさせていただいて、その人たちの音を聞いてて、で、まあ、あとはだから、その人たちの音を聞いて、そういう人たちの作業を見てると、その音がどういうふうなパラメーターがこうなったらこういうふうな音になるみたいなことが、まあ、その時わかんなくても、なんかこういうふうなことがあるんだみたいなことがわかると、だんだんそういうふうなものと、あと耳が鍛えられるっていう部分があったりとかするんで。そうすると、例えば僕が中学校とか高校生の頃に聞いてたその CD の音源っていうのを今聞くと、全然情報量が変わってきてて、だからリバーブの中、タイムのパラメーターだったりとか、コンプのなんかパラメーターとか、そういうふうな部分っていうのも全部だから、その量が手に取るようにわかるっていう、聞いてるとね、なんか、ああ、これアタック短いなとかね、あ、これ結構長く太ってるとか、リリースがどうとか、そういうふうな部分とかも、全然、30代の頃は全然わからなかったですけどね、その辺のコンプのパラメーターとかはね。でもね、なんか、そうやって意識を持ってると、どんどんそうやってなんか成長していけるんで。だから結局そのエクスパンドとかも、普段よく言ってるんですけども、自分の出したい音っていうのが明確に耳の中で鳴ってれば、そうすればそこにだんだん近づいていける。まあそれはだからそのパラメータを動かすっていうところの知識とかっていうのが、まあ左脳で覚えて一回それが右脳に入って、そこでなんとなく感覚的に分かってくるっていう、まあ最終的にはっていうか、ね、基本はだからハイヤーセルフとのやり取りだったりするんですけども、そのハイヤーセルフのやり取りとかっていうところで実際にこのパラメータを動かしたりとか、この手がどう動くかみたいなところっていうのは、やっぱりそれはこう人間でいろいろ勉強というか、まあそれも勉強というよりはそれ好きでやってるだけなんで、僕の生徒のやつで卒業生なんですけども、全然理屈分かってないのにシンセの音でかっこいいのがものすごくどんどんできてしまうってやつとかもいて、そういうやつらとかも本当にだからハイヤーセルフが直接なんか動かしてくれてるわけなんで、だからまあそういうふうにいろんなタイプ、僕の場合は自分で勉強してそれとハイヤーセルフでこうつながってるみたいな感じなんですけどね、まあ基本的にはなんかそうやってその音色のイメージとかそういうふうなものっていうのも全部だから、みんなだからそのクリエイターの方って降りてくるってよく言うじゃないですか、まあ、あの辺はもう明らかにだからハイヤーセルフから降りてきてるっていう考え方で、そことどうつながれるかっていう問題だったりするんですよね。だからまあこういうふうな、 なんか音色のものとかもいろんなものを買うことも別にすごく勉強になるんで、例えばだから何もしないでもなんか自分の求めてた音がこの音だと出るとかっていうのがあれば、そのプラグインがなくてそのデフォルトのやつとかでも慣れてくれば同じ音が出せるっていう、自分の中では満足のできる音が出せるっていう、そこはだから妥協では全然なくてっていうふうな部分があったりするわけなんですよ。なんでまあ単に僕はケチなだけなんですけどね、その金使えないっていうのが、ただなんかね、そのこうやっぱいい音を出すためにお金が必要だっていう考え方がすごく嫌いで何なんでしょうね、それもね、なんかまたそれこのね、嫌い、なぜ嫌いなのかっていうのを一生懸命なんかこう自分の中にこう入っていっていろいろ分析すると、面白いかなと思いますけども、はい、そんな感じなんです。だから本当に僕全然エクスパンドどころかミニグランドとかなんか しょぼい機材いっぱい使ってますよそれをね、なんか EQ したりとかね、なんかコンプかけたりとかね、リバーブだったりとかね、本当にもう、それで、これでもそうでしょう。だからなんか、最終的に音にしたらもう、明石正夫ワールドじゃないですか。だから、もう本当に全然違う機材でやってるんだけども、最終的には同じ音、同じような音になる。それはだから別に、あの時と同じ音っていうのは、あの時の機材っていうよりは、だから僕自身の、感性が違うから、だから同じ機材を使っても違う風になるんで。
まあ、結局はだからもう何がどうなるかよくわかんないし、あんまり細かいこと言ってもしょうがないから、とりあえずできちゃいました、みたいな感じなんですよね。まあでもそのイメージとして、そのお金をかけるっていう部分と、あとだから音色で何を使うかってことによっていい音か悪い音かっていうの、とかっていうところも、だから僕はそういうふうな考え方だったりします。はい。ありがとうございます。